こんにちは、アンナです。7月、2022年の7月にテキサス州に来てから半年ぐらいが経ちました。今はサウスウェストン、バプテストセオロジカルセミナリー、サウスウェストンバプテストセオロジカルセミナリーっていう、カタカナで言うと難しいですね、学校に、来て聖書の勉強を修士課程で学んでます。今日は土曜日で、人が少し少ないので、この機会にいつもお祈りいただいている皆さんと、また友達や家族の愛する皆さんに、学校の様子を少しお届けしたいなと思って、来ました。今歩いているのは学生が住んでいる寮のアパートの区画から道路を越えて、その先にある学校キャンパスのメインの敷地に今移動しているところです。今は1月の今日7日なんですけれども、気温としてはそんなに寒くなく、ジャケット脱いでも多分歩いてれば体が暖くなるかなぐらいですね。10度は15度から20度弱が最近は多いです。寒い日はマイナスになる時もあるんですけど、気候が読めないので、様子見ながら上着をよく脱いだり着たりしてます。はい、これが、メインのキャンパスの敷地です。入り口はこのように道路になってるんですけど、入ってきた車がそのまま入れるようになっている駐車場と、あとは、ここの道路を越えたところからがだいたい学校のメインの建物がある敷地になっています。左手に見える大きな建物が、音楽の勉強をされている学生さんたちのための建物で、ピアノがあったり、あとは音楽の専門の図書館があるようです。あまり行かないので詳しくないんですけど、であちらに見える大きなすごい立派な建物が、メインのスタッフさんたちが働いてたりする、管理棟のようなところですかね。授業をしてた形跡があるような教室もあるんですけど、あんまり授業で使う印象はありません。で、右手にあるのが一番古い建物で、もともとは新学校のメインの建物だったみたいなんですけど、今は改修されて男子寮になっています。女子寮もあるんですけど、どちらも大学生の方がメインで、新学生の方は、年齢制限があって25歳までの方が入れるようになっています。それ以外の人たちはもうちょっと遠くなって見えないんですけど、こちらにあるここにある学生の寮のアパートに家族で住んでいたり、独身の方たちはルームシェアをして住んでいたりします。こちらも学校が管理されているところなので、6単位ですかね、一定の単位数を学校で取っている、オンキャンパスの生徒さんたちは使えるようになってます。でこの建物もちょっと遠くからだと分かんないんですけど、すごく大きくって一番最初にこちらに来た時に、新入生の歓迎会みたいなものがあった時にはあのホールの中に入って、説明会を受けたり、あとは入学にあたって の歓迎の言葉をいただいたり、しました。で本当に可愛いんですけど、実はここリスがいっぱいいて、この広い、この芝生、夏すごい綺麗な芝生なんですけど、の上をこう自由に駆け巡ってるこのリスたちがいるんですね。ちょっと見えますけど、でも大体警戒されちゃってあまり触れないことは多いので、この子はあまり逃げないですけどね。はい、今は冬の季節なのでちょっとふっくらしてて可愛いんですけど夏の間は本当に出頭スリムになって、餌がない間を多分耐え忍んで、秋になったらふっくらしてきて可愛いですね。はい、余談ですが、でここの今見えてきた建物が、メインの進学書が多くある図書館です。一般の方も利用できるみたいなんですけど、大体見かけるのは学生さんたちが多いです。私も大体勉強するときはこちらでするんですけど、3階建てになっていて、で、その1階は貸し出しの受付カウンターと、あとはブックストアがあったりして、教科書を買えたりもします。で2階、3階は例えば本があるんですけど、勉強スペースが本当にたくさんあって、
忙しい時期でも学生たちが、たくさん入れるような施設になってます。いつもお祈り感謝をします。本当にお祈りなくしてやっていけないところだなと思ってます、この機会に学べることを本当に一つも多く学んで、将来のミニストリーで用いていただけるように、自分の信仰の成長も含めて、させていただけたらなと思ってますので、ぜひこれからもお祈りよろしくお願いします。教会の皆さんのためにもお祈りさせていただいてますけれども、本当にその選挙の働きや皆さんの毎日の信仰の生活が祝福されるように、お祈りしています。皆さんまた何か次の機会があればご紹介したいと思いますけど、これからは勉強しに行ってきます。はい、じゃあさよなら。